アンディ・サワーを頂点とする人類最激戦区70キロ級。日本が送り出す世界への切り札はこの男。やってるからには世界で一番とかになってみたいです。イッツショータイム日本70キロ級王者中島弘樹。その強打で瞬く間に日本のトップに躍り出た24歳。一度は世界の壁にぶつかったものの、全然あの時と比べたら全然今の方が強いです。意を決した2012年、激闘の末 IT'S SHOWTIME 日本70キロ級王者に輝き復活。再び頂点へ、準備は整った。日本の希望の前に立ちはだかるはアンディ・サワーの梅雨払いでは済まない実力者、 WMC 欧州スーパーウェルター級王者チームサワーからヘンリー・オブスタル。シュートボクシングの祭典 S カップではベスト4進出。前回の試合では日向をハイキックで KO するなど師匠に肉薄するその実力は折り紙付き。オブスタルもまたオランダの期待を背負い、一気に世界の頂へ駆け上がろうとする精鋭の一人。世界の上の方の選手なんで強いと思います。判定で勝つっていうのは全然自分の中ではなくて、最初から KO で倒しに行くっていうのが自分のスタイルなんで KO で終わらせたいです。日本の希望か、サワーの遺伝子か、精鋭同士の決戦は未来を占う。IT'S SHOWTIMEルール、中島弘樹 VS ヘンリー・オブスタル。